さあ、天木さんすいません、はい、ちょっとお時間いただきましょう。うん、別に全然いいですか。はい、もちろん。あのちょっと一つ出来上がったものがあって、ほうほう、今日ちょっと天木さんに見ていただいて、はい、ご意見いただきたいなと。わかりました。世間でもうこれ完成品ですね。お、はい、これだカブトのヘルメットですね。そうです。うわ、ついに完成しました。浜口勝オリジナルヘルメット、カブトさんとのコラボでございますレーサーしかコラボしてないっていう、唯一レーサーじゃない男とレーサーじゃない男と初のコラボでございます。うわすげえ。デザイン画は 1,2,3 のパターンで見せてもらって、これを合体させようよっていうアイデアを出して、そこからでしたよね。おお、ついに来ました。じゃんと、おーい、いいですね。いきますよ、浜口勝オリジナルヘルメット。おおお、来ました。いいじゃないこれ目立つな。いい、勝って入ったってね、眉毛太いこの魚のマークに森のね絵があって、かわいいね。いや、もっといかつくなるかなと思ったら、いい感じ、いい感じ。カブトさんのこの歌、シュッという洗練されたデザインの中に俺の絵が入ることによって、ものすごくまろやかになりますねあのもう落書きみたいな絵がこうやって入るとむちゃくおしゃれに感じるね。さすがです。かぶってみますか、一丁。うん、かぶりやすい。どう？かっこいい。いいですね。ホールド感がめちゃくちゃいいです。で、なんか目のとこも下ろせますよね。これか。これで。お、めっちゃ見やすい、まぶしくない。で、俺は普段目悪いから、もちろんコンタクトもいけますし、メガネからのこれもできるのよほら、なんかメガネライダーってなくなるもんねええね。で、これこう、優秀ですね、カプトさんのこれヘルメット、さすがです。めちゃめちゃ機能的ちょっと面白いお前何重レンズつけてんねんっていう何重にレンズで守られとんねんって感じだもんね。プチンプチンプチンまたついてるせっかくドープさんをね、今ちょっとお借りして撮影してますんで、店長に見てもらう？ね。店長？はい。ちょっといいですか？はい。ちょっとお座りください。なんとね、カブトさんで、はい、浜口勝のオリジナルヘルメットを作ってもらいました。これです。こんなんですよ。かっこいい。世界に1個。すごいかっこいいじゃないですか、これ。いいでしょ？かわいいですね、この。マサルなんかちょっと、ね、前回の動画も見させていただいてたんですけど、はいはい、絵がすごいポップな感じなんですごい可愛らしいヘルメットが来るのかなって思ってたんですけど、やっぱね、カブトさんの洗練されたね、うん、やっぱレーサー、レーシングのイメージを、ね、いい感じにマッチしてますね、うん、この色味がすごく、間違えてるんですよ、ヘメツキチ、ヘメツキチ、ヘルメットとかけてね、勝手にね、栄養に言いましたけど僕も、ね、すごい仕上がりが、もうちょっとこのなんかこうレーサー感が出てしまうんかなとかって、うん、やっぱカブトさんそのイメージなんで、そうですね、と思ってたんですけど、めちゃめちゃポップで可愛い、いいっすよね。そうですね、なんかがっつりフルフェイスじゃないところも、うんうん、このなんかイラストと相まってて、色味がすごくいいと思います。かぶってるとこ見てください。いいですか、ちょっと見たいです。こんな感じにね、いいですね。いいですか、かっこいい、すごいかっこいい。で、
これメガネもめっちゃ入れやすいんですよ。スッとスッと入りましたね。はい。ああ、かわいい。これでこれで。おお、眩しくないよ。眩しくないです。これめっちゃいいですよ。なんかこのヘルメットになったこのちょっとねデジタルっぽい感じのイラストだけど、ちょっと手書きのあったかさが残ってて、うん、はい、よかった。マッチしてます。すごいマッチしてます。レーサーレプリカみたいな感じのバイクにしか合わないのかなと思ったけど、うん、そんなこともないですね。全然普段使いできる感じだと思いますね。ですよね、うん、ちょっとせっかくやから、あ、ハンターカブに一緒にまた買ってみようかな。こんな感じでこれですよ。おお、眩しいから今。眩しいからめちゃくちゃ見やすいね。これでやっぱり安全性もすごい高いですからね。兜のヘルメットね、いいですよね。性能いいですからね。あ、1、2、3、何枚のレンズで守られてるんでしょうか。バイクもヘルメットも特徴的なんで一瞬で分かっちゃいますね。街中走ってても浜口だって走ってるわってほんまやな。こんな感じです。すごくいいと思います。どうも角山さん、お久しぶりです。お久しぶりです。あのヘルメット見せてもらいました。はい、どうですか。めちゃくちゃいいですね。うわー、よかった。あの兜さんの洗練されたデザインと僕のこの洗練されてないデザインが見事にマッチしてて。ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いです。あー、よかったです。あのハンターカブにぴったり合います。はい、色合いもとかどうですか。色合いとか。色合いバッチリですね。めちゃめちゃ可愛いです。うわー、よかったです。あのおっしゃってた通りに、ハンターカブの赤に合わせた方がいいんかなとか思ってましたけど、はい、あの全くもう別に考えて大正解でした。はい、よかったです、はい、なんかこうマットカラーも本当にね、艶消しカラーいい感じで、本当になんか、はい、素敵なヘルメットになったかなと。はい、すごくいいです。本当にね、プロの塗装のペインターの方が塗っていらっしゃって、はい、重量もそこまで重くならないし、塗装のその段差とかもね、ない、少ないんで、本当に綺麗なヘルメットになってると思います。めちゃくちゃいいデザインで、はい、あのすごく溶け込んでます。こんな感じで、はい、メガネもかけやすいって言ったんですか。メガネもすごいかけやすい。あ、よかったです。めっちゃいいですね、映る姿が。あ、もう、はいはい、こんな感じです。かっこいいです。すごいいいです。使い勝手もらって、あ、バッチリです。かぶり心地はめちゃくちゃいいですね、かぶさんの。あ、よかったです、はい。まあ、やっぱりちょっとね、本当に頭の形は個人差があるんで、なかなか、はい、フィッティングとかもねできるんですけど、はいはい、もし、ま、なんかこう頭がちょっと痛くなったりしたら、内装多少カスタマイズできますんで。へえ、はい、そんなのできるんですね。はい、また今後とも何か、はい、コラボさせてください。よろしくお願いします。こちらこそです。もうぜひまた下部で東大阪までいらしていただければ。あ、いいっすね。下部で東大阪に行くっていう。楽しみにしてます。今後ともよろしくお願いします。こちらこそです。本当にありがとうございます。素敵なヘルメットありがとうございます。ぜひ安全運転で、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで兜さんとのコラボで浜口勝のオリジナルヘルメットが世界で1個だけということで、レーサーとヘルメットだけは並びましたよ。言ったら、あの兜の本社にあった、あのバーッと並んでたあのヘルメットの中にこれが1個サンプルとしてポンとあったりすんのかな。びっくりするやろな、レーサーの人、何ですかこれとかって。いましたっけ、マサルっていうレーサー。いろんな縁がつながっていってこんな風になっております。ありがとうございます。兜さん、本当にどうもありがとうございました。